はいどうもゆきです。パワポケ全フラサクセス完全攻略実況パワポケ14札侍編、札神を倒しに今回も続きやっていきましょう。で今回は本当はこっち行こうと思ってたんですけど、でね、本風のイベントとかを進めちゃいけなくって、それが大阪あたりにあるので、ちょっと北の方、北海道ら辺を攻めていこうかなと思います。なので今回はカムイ地方ですね、そっちをメインに攻めていくんですけど、とりあえずね、とりあえず救ったとなったら、まずはパートの最初っておみくじでしょう。これホルヒス、パワポケ9のホルヒスみくじですね。違う、ホルヒスがおるんや、今ホルヒスがおるんや、ホルヒスがおるんや。ちょっと上と下がようわからんことになってるけど、今画面割りがようわからんことになってるけど、いやでもこれは正直、おお、はまった、はまりんこね、はまりんこね。じゃああと2点取ればいいのでは。それだったらオッケー、大吉確保、ナイス、よし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 。あ、木川ちゃんの野球札、これは嬉しいですね。じゃあ早速移動しましょう。とりあえず北に向かって進軍していきます。はい、能登地方、移動中にランダムイベント起きてくれるといいんですけどね、ちょっとそっちも進めないとよろしくないので。じゃあなんか来てくれるか。お、来ましたね。なんだか神秘的な場所、神秘的ってなんだ、神秘的な場所だな。えぇ、ドロドロドロー、マオちゃん、かわいい。裏飯屋、かわいい、もうかわいい。幽霊、泉の精霊、でもさっき裏飯屋って、もう消えないで。あ、もうかわいい、もう安定でかわいい。ひょっとしてさっきのはギャグのつもりだったのか。札、え、野球札が1枚足りない。あの、間違ってるかもしれないけど、野球札を1枚この泉に投げ込むと何かしてくれるとか。ごくん、これ真央ちゃん結構大事なんですよ。じゃあいらない札はどれかな、これがいい。あ、勝手に取るなよ。あ、勝手に消えるな。やばい、追いはぎみたい。あなたの落とした札はこれ、というか君に取られた札だけど、あなたはとても正直、ご褒美に褒めてあげる。あ、褒めてほしい、真央ちゃんに褒めてほしい。えらい、あ、もうえらい、これもうかわいい、笑顔で褒めてくれる真央ちゃん好き。え、マスカ、終わり、ちょっと待って、俺の札を返せ。うわー、最悪や、最悪や、あいつ俺の札返せ、マジで。じゃあ返していきます。まあでもね、これが結構大事で、マオちゃんイベントはここから重要になってくるんですよね。なんだか肌寒いな、そろそろカムイ地方に入ったところだろうからな。カムイ地方ですか、もっと寒くて雪が積もっていると思っていたのですが、肌寒いとはいえ意外と過ごしやすい気候なのですね。そうだな、ここはまだカムイ地方の玄関口、本格的に寒くなるのはもう少し北の土地に入ってからだろうな。ここの地方にも天狗島はいるんだよな。ああ、もちろん、ここ強えんだよ。カムイ地方の都カムイにいるはずだ。確か上司は春継さんなんだよ。強えんだよ、もう名前だけでも怖いもん。江戸ではあまり噂を聞かないが、どんなやつなんだろうな。まあとりあえずは海津の町を目指すぞ。おーい、小杉殿、向こうに茶屋が見えますね。まだ海津まではしばらくかかる。どうだ、少し休憩していくか。わーい、団子団子。そうだね、結構歩いた人で休みたかったところだよ。そうこなくては。もぐもぐ、なかなか美味しい団子ですね。これ毎回団子食ってんの、お前。うん、そうでしょう、そうでしょう。海津に近いこの辺りでは上質の白玉粉が手に入りますからね。よっこいしょ。店主、私にも団子と茶を頼みます。あなたも海津？ええ、海津はカムイ地方で数少ない他の国との交流が盛んな町ですから。ああ、それでそんなお荷物なんですね。はい、私もこれから人儲けです。ゲヒヒ。ユキ、そろそろ出かけるぞ。じゃあ行きますね。はい、お気をつけて。そして、ふぅ、特に何事もなく入れましたね。国境の町だからもう少し出入りが厳しいのかと思ってたよ。そうだな、国境の町とはいえ、カムイ地方の都であるカムイとはかなり離れているから、そのせいかもな。商売も随分盛んみたいだね。さっきの茶屋で会った人も商売のために海津に来た様子だったし。カムイ地方の特産品と他国からの商品が入り混じる場所だから。あ、なるほどね。茶屋の団子は美味しかったもん。いい地方じゃん。いいものがたくさん流通しているからなのでしょうね。うん、活気もあるし、いい街だね。揉め事かな、どうした、ちょっと見てくる。え、どうしたどうした。では私もやれやれ。な、かわいい、安定でかわいいけど、いろんな街にいる。何があったんですか。札侍が税の取り立てにやってきたんです。いや、札侍ってクソだな。いや、俺もだったわ。それにしてはえらく乱暴ですね。商品の棚も全部ひっくり返ってる。ひどいですね。自国の民を守る侍とは思えないな。はい、カムイのお侍様じゃないです。あら、勝手に税を取り立ててる札侍、ダメじゃね。はい、それって税でも何でもないし、ただのならず者じゃないの。
そうなんですが、札にされるのを恐れて誰も逆らえないんです。そこの貴様、今私のことをならず者呼ばわりしたな。うるせえモブキャラやっつけてやんよ。だったらどうした、許せん、札に変えてくれれば。オッケー。なんかね、全然怖さがなかったこいつ。あんま強くないのかな。まさか貴様も札侍とは。ありがとうございます。出入り自由とはいえ、いくらなんでも野放ししすぎじゃないか。ハムイ地方大丈夫なんでしょうか。捕らえたならず者は役所に突き出しました。オッケーオッケーオッケー。とりあえずここはいいんだけど、そんなに強くなかったな。警戒しすぎたか。じゃあ次は出場に行きましょう。よし、もう、うわー、一気に寒そうになったね。よし、もうすぐ出場の町に着くぞ。そういえば聞いてなかったけど、出場ってどんな町なんだ。出場は刀職人の町です。かっこいい。刀職人の町。ええ、出場の刀はとても有名なんですよ。大勢の刀鍛冶がより良い刀を作るために腕を磨いているそうです。刀ってかっこいいよね。ええ、刀ってまだ需要があるんだね。現代でもあるわ。それは有名とはいえかなり厳しいと思うぞ。刀、侍が刀ではなく札を持つようになったからな。そうだよね。そして出場の町に着いたぞ。あちこちから火事の音が聞こえま、火事の音ね。その火事だからね。まああれだよ、火事じゃないからね。あっちは怖いから、ほんと皆さん火の元の注意は気をつけましょうね。刀の需要がなくなったにしては賑やかだな。そうだね。買い付けに来ている商人らしき人も結構いるみたいだし。おや、あんたたちも包丁の買い付けかい。包丁？出場って刀が有名じゃないんですか。ああ、刀はダメだよ。焼き札が広まってからさっぱりさ。これからは包丁だね。包丁ですか。出場の包丁は生のかぼちゃもまな板だってサクサク切れる。ダメじゃねそれ。かぼちゃはともかくまな板は切っちゃダメだろう。あは、それくらい切れ味がいいってことだよ。しまった、囲まれたぞ。ようやく追いついたぞ。どこの誰だっけ。貴様、私の顔覚えてないのか。顔覚えてないのかってねえ、確かにその顔ではんな。カイズの町の前たち。ああ、あのモブキャラさんか。ああ、ならず者か。ならず者ではない。あれ、確か役所に突き出したよな。あれ式のことで捕まる私ではないわ。めんどくさいやつだな。うるさい、もう一度札しゃぶ。札、こいつは余裕な気がするぞ。なんかこのモブキャラおじさん、先日より弱くなってます。どうした。一度ならず二度までも。それはどうするのですか。どうしよっかな。私を逃がして、ポワン。ポワン、ポワン、ポワン、ポワン。いじめか。ま、待て、参った。参ったからもうやめてくれ。よし、捕らえたならず者は役所に突き出しました。いじめや。サンダーインパクト、なんかかっこよさそうなのゲットしたな。後で見てみよう。じゃあ、もつ行きまーす。もつ鍋美味しいよね。よし、もつの町に着いたぞ。くんくん、なんだかいい匂い。え、マジでもつなの。うん、食欲をそそる匂いだね。あんたたちマジでもつじゃん。いいな。もつ鍋を食べに来たのかい。もつ鍋、あれ、カイズでもつ鍋の話を聞いたんじゃないのかい。いえ、そのもつ鍋というものは初めて聞いたのですが、もう少し詳しく聞かせていただきたい。もつ鍋っていうのは今この町で大流行の鍋だよ。ああ、もつ鍋美味しいもんね。え、ゆうき殿はもつ鍋を食べたことがあるのですか。名前からするとこの町で生まれた鍋のように感じるのですが。その通り、カムイから来た札侍様が考えた鍋で、まだカイズにも店はないはずだよ。え、俺の食べた鍋は別のだったかも。そうだと思いました。ならばどうです、ここでその鍋を食べてみませんか。いいな。そうしな、そうしな。ほら、このいい香り、食欲をそそるだろう。確かに。小杉殿は、そうだな、この匂いには勝てないよな。よし、では早速、もつ鍋ならうちの店で出してるよ。営業がうまい。店主だったのか。商売上手だな。そして、あれ、俺の思ってた鍋と違う。それはそうでしょう。まだこの町以外では食べられない鍋なんですから。そうか、この世界で俺の知ってるもつ鍋はないのかも。そろそろいいのではないですか。そうだね。どんなのもつ鍋なの。うまー。あ、うまいならいいじゃん。なんだこれ、めちゃくちゃうまいぞ。いいな、気になる。本当に美味しいですね。あ、ゆうき殿、肉を取りすぎですよ。あー、小杉殿、そんなに一度に取られても私どもが可愛いな。まこち、まこち安定で可愛いな、もはや。美味しかったな。シロト様だ。え、謎肉職人？シロト様よ、急いで会いに行かなくちゃ。やだよ、怖いもん。なんか謎肉生成するんだもん。なんだ？ああ、もつ鍋の考案者、シェフ、シェム、シェフ、読みにくいな。シェフ侍のシロト様が来たんだよ。各店の味のチェックや技術指導をしてくれるんだ。シェフ侍？こうしちゃいられない。俺も行かないとは。シロト様、大人気ですね。シェフ侍、気になる。シロト様。それでは私も。シロト様、みんな一緒やんけ。いや、カムイの札侍なんだからきっと天狗党だぞ。確かに。うわ、本当にシェフの格好してるぞ。シロト様、もつ鍋美味しかったです。それは良かった。おや、
あなた方は。うむふむ。人相書きの通りですな。やべえ、人相書き。ここで見逃して春継様に申し物ことがあるといけませんからな。普段勝負ですぞ。しまった、天狗党か。やれやれ天狗党か。じゃあこの試合は見ていこうかな。はあ、白戸様どんな実力なのか、強いのか弱いのか、謎に苦戦してくるのか、非常に怖いところですが戦ってみましょう。行くぜデュエル。さあどんなやつなんだ。あー、オッケー、先行取れるのはだいぶありがたい。これでじゃあ最初なんでちょっと攻めに徹底しちゃいましょうかね。1点取れるんじゃないかな、この手札だったら。安定してるよね。さあどうなるか。とりあえず最初だから、ライトマンヒッツ、ライトマンヒッツからの右に左にで一気にランナーを出していきましょう。オッケー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 、いいよいいよ。結構ね、こういうボスキャラに関しては油断せずに確実、あー、これ送りバントやんけ、三塁ランナーいないときやんけ。これやろうと思ったのに、なんだよなんだよ、スクイズじゃなかったわ。オッケーオッケーオッケー。あ、白田様もしかして、え、白田様もしかして弱いんじゃないですか。謎肉ばっか作ってるから、あなたサイン解読したいけど、解読したところでどうせ使えるのこれしかないんで、これはもう打っちゃいましょう。あれ、白田様どうしたんすか。ちょっとあれおかしいな、あれでおかしいぞ、あれれ、ドラゴンブロー来てくれよここで。あー、どうしようかな、サイン解読使っておくか。次のターン1枚多くするためにサイン解読1回使っちゃって、敵の守備札どんなのあるか気になるんでね。レフトシフト、うわ、レフト完全防御じゃん。落ち着いて処理全部。おー、3。あ、全体3。超ビギー。1、2、センター。あれ、割と強くね？え？割と強くねえかい？しかも大地の怒りとか持ってるし。え？割と強いな。いや、今点取れてこれラッキーだったパターンだな。こっから先だな。こっから先いかに点取られないかが大事そうですね。いや、白田さん割と強いよ。手札の守備札見てる限りは。これ守備に全面的に押してくる感じか。制球の乱れは多分いける。うわ、隠し玉入ってたよ。いや、マジか。いや、これ手札2枚選んで捨てる。デッキ破壊系か。厄介だな。逆転ホームラン取っておくか。ちょっと怖いから。送りバントはいいでしょう。決め球も取っておきたいね。飛びつきキャッチも逆にいらない説ある。意外とね、決め球が便利なんですよね。ああ、守備に寄ってるのは、まあでもこのまんま粘り勝ちすることももしかしたらできるのかな。いや、センター取られんな。どうしようかな。右中間二塁打でこの超ビギを使わせる。 OK。 あとは全体3のあのカバーとレフト9が残ってるんで、そこだけ。あー、超ビギ、これ守備が2枚捨てさせられんの、きつ。あ、でもめっちゃ来たわ。 OK。 いやいやいや、7は7、キャッチャーのとこ7は防御しようがないでしょ、あなた。いや、気の緩みもきついでしょ。これ気の緩みのカード欲しいんだよな。いや、ちょっと待って、第一の怒りはきついけど、ナイスキャッチ。三遊間、オッケー、セーフ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 。よし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 、怖かった。いいな、その必殺技札マジで欲しいんだけど、俺全然必殺技札持ってねえんだよ。あ、ハガネッチもう無得点じゃないから意味ないけど、まあ、ハガネッチ出します。このターンはもうやってもしょうがないな、ターンエンドで。ちょっと意外と手札というかデッキ削られそうなんで、なるべく取っておきたいところはあるんですよね。じゃこれで連続安打。このセカンドよ、実はこの2っていうのも便利で、一発のホームランとかカバーできるからね。何気に入れといて正解でしたね。さあ、このターン攻めるか。ちょっとこのターン攻め攻めでいきましょう。まずは突破口。うわー、あ、嫌のような送球。いや、守備札が強い、白田さん。いちいち白田さん、守備札、いや、守備札ない、まずい。いや、全部攻撃札だ、まずい。おい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 、これは良くないよ、これは良くないよ。いや、良くない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 。これは非常に良くない。1点取られた。ここはさすがに手札変えよう。これ多分ね、このまま取っておくと追加点食らう気するんですよ。あ、よかった、変えてよかった、オッケー。やっぱり危ねえ。大体こういう時畳みかけられるんだよな。で、僕、大体こういう時に守備札、ま、なんか札ケチって変えないんですけど、今回変えて正解でした。じゃ、マコチー出して、マコチー出して、どうしようかな。ピッチャー強襲やってからドラゴンブローやるべきか。むしろ、
これドラゴンブローで確実に1点取るべきか。いや、ただあ、レフト入ってんな。これレフトだと取られんな。じゃあ使えねえじゃん。ダメだよ。多分あのレフトの Q のやつまだ残ってるんですよ。使った覚えないんで。それ考えるとまだドラゴンブロー使えないですね。確実に点取れるところで行きたいので、オッケーオッケーオッケー。ナイス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 。左中間ありがとう、俺を守ってくれて。マジ手札変えて正解だったよ。でも残りデッキ10枚だぞ。結構削られんな。そしたらこれはもうこのターンは何もしないで、あと1点をなんとか抑え切りましょう。下手に攻めるよりはこっちの方が。うわあ、手札の攻撃札を1枚選んでいく。うん、手札強化してくるね。やるね君。で、伝令さらに使う意味あるのかな、それは。やりますね、謎に工事さん。うん、カップラーメンに就職できるんじゃないかな。じゃ、ここは何もしないで、ターンエンド、守備を固めていく。さあ、8回裏、あと2回ですよ。お、いけるのでは？いけるのでは？これは、この感じなら。じゃあ、1回ドラゴンブローやってみるか。多分ガードされるけど。やっぱされるよね。されるよね。しかも守備が2枚削られるんだ。最悪、やんなきゃよかった。ミスった。やんなきゃよかった。最悪や。最悪や。この辺でいいや。オッケー。さあ、ラストターンだ。うわ、守備が2枚しかねえ。いけるか？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 撃ってくんなよ、白田さん。やめろよ。本当に。いや、伝令はいいけど、やめてね。5以下にして、5以下に。いや、伝令めっちゃ使ってくんじゃん。そのバイバイみたいな、そのポーズやめてよ。もう見飽きたよ、それ。気の緩みはガードできない。これ本当に欲しい。これ1枚目は強い。オッケー、ビッグストリーム。あっあっあ、白田に一発で勝ちましたぞ。私、一発で勝ちましたぞ。オッケー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 。2対1、勝利。やられましたぞー。白田様、大変だ。シェフ侍様が札になってしまったぞ。よくも白田様。いや、めっちゃ怒られてる。あんた、なんてことしてくれたんだ。勇気との騒ぎが大きくなる前に。うん。おお、白田様が戻ったぞ。白田様、いいんですかな。あなたを札に閉じ込めてしまっては、この町を無事に抜けることが難しそうなので。ふむふむ。オッケー。白田の野球札ゲットしました。じゃあ今回はここまでにしましょう。で、次回ね、この地方のラスボス、春継様を倒していきたいと思います。大体地方で2パートぐらいの方が尺的に見やすいと思うので、こんな感じでやっていきたいと思います。謎肉おじさん、撃破完了！ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあね。